どうも、研修エンターテイナーの藤本です。今回は新人や後輩の指導役を任されたらどうするかというテーマでお話をしたいと思います。もしあなたに新人とか後輩の教育係、またはその指導役を任せるよと言われたらどんな気分でしょうか。多くの方がちょっと勘弁してって思うんじゃないでしょうか。なぜならば、ただでさえ忙しいのに本当それは無理だよとか、または自分のことでもう精一杯なんですとか、または指導とか教育ってやっぱり苦手なんですよねというのがあるかもしれません。ただ指導役、教育係の人がこういうネガティブな気持ちを持って新人や後輩に接するのは、その本人にとって大変失礼なことだと思います。そこでこの動画を見ていただければ、この指導役を引き受けるメリットは何か、そして指導役としての心構えを理解することができます。やはり新人や後輩の方々により良い教育をしていく上でも、ネガティブな気持ちを切り替え、そして自分として前向きに取り組む、そういう意欲を高めるためにも、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは仕事に役立つ情報やビジネススキルを分かりやすく配信していますので、今のうちにチャンネル登録をしておいてください。では行ってみましょう。指導役を引き受けるメリットから確認したいと思います。おそらく新人とか後輩のね、指導役を任せるよと言われると、さっきも言ったように嫌だなっていうネガティブな気持ちが生じると思います。例えばここにあるような、ただでさえ忙しいのにとか、また自分のことでもう精一杯なんですよとか、または教えるのって苦手なんですよねってあるかもしれません。ただし物事は捉えようです。同じ物事も捉え方によって良くも悪くも見えるものです。ピンチはチャンスという言葉がありますけども、捉え方を変えてみてはいかがでしょうか。どういうことかというと、このような、ね、考え方を、捉え方を変えたらどうでしょう。例えば、ただでさえ忙しい、忙しいってことですから、多分時間がパンパンなんでしょうね。そこに新たに後輩指導とか若手指導入れようとなったら、もうよっとりいっぱいいっぱいですわとなるかもしれません。言い方を変えると、その今いっぱいいっぱいなものの、この効果効率を上げるチャンスなのかもしれません。分野で言うとタイムマネジメントなんて言いますよね。本当にやるべきことなのか、やらなくていいことなのか、つまり緊急なのか重要なのかなんていう、軸がありますけども、これを用いて改めて自分の仕事の見直しができる、こういうチャンスだと思いませんかということです。そして2つ目、自分のことで精一杯、上ともつながってきますけどね。多分仕事は忙しいですから、自分のことでぐーっといっぱいいっぱいになるかもしれません。ただし2年目とか5年目とか主任とか、やはり年数を重ねれば重ねた分だけ、やはり変えなきゃいけないものがあります。それは視野、広い視野ということです。つまり見える範囲ですよね。自分のとこしか見てないのか、それとも自分の周り、チームのことを見ているのか、やはり年数が経てば広い視野が求められます。それを考えると、後輩とか新人の指導を任されたということは、自分のことだけではなくて少し広い視野を持ちなさいというチャンスだということです。そういう意味では、いっぱいいっぱいで忙しいということに関して、タイムマネジメントで自分の時間管理を行いながら、そして自分のことだけではなくて新人とか後輩のことを見る、こういう、視野の広さ、心の余裕も、持つチャンスなんだということです。そして教えるのは苦手ってあるかもしれません。確かに苦手な方はいらっしゃると思うんですよね。ただ人に教えるというのは非常に大きなメリットがあります。これ何かというと、自分自身もさまざまな仕事とか業務をこなしていると思いますけども、なんとなく感覚で、なんとなく自分なりのっていうやり方があると思います。ところが人に教えようと思うと、こういう感覚的なものとか、なんとなく自分なりのものって教えにくいんですよね。何が言いたいかというと、相手に教えようと思ったら、具体的にこういう知識、こういうやり方という形にしないと教えることができません。つまり今自分がやっていることをしっかりと整理する、知識やスキルを整理するチャンスだということです。そうなると、自分からしてみれば、今まではなんとなく自分なりにとか感覚でやっていたものも、具体的な知識とかスキル、やり方が明確になるわけですから、自分自身のやり方がさらにレベルアップする、こういうきっかけになるわけです。またさらに役職が上がりますとね、マネジメントとあります。マネジメントには、仕事のマネジメントという業務管理と、そして人のマネジメントという人の育成とあります。まさにこの新人とか後輩指導っていうのは人のマネジメントですよね。自分が役職になる前からこの人のマネジメントを実践できる、これは非常に大きなチャンスだということです。いかがでしょうか。一見嫌だなと断る理由というのは、捉え方を変えればある意味自分にとってのメリットにもなりうるということです。そういう意味では
この指導役というものが一見面倒なものと思うかもしれませんけども、自分自身のチャンスやきっかけになりうるということです。よろしいでしょうか。指導役の心構えについて確認をしたいと思います。新人とか後輩の指導役を任せたよと言われた時に、教育することなんでしょうけども、何をすればいいんでしょうか。これをしっかりと理解しておきましょう。以前 OJT の、動画でもお話をしましたけども、この教育の目的は何か。これは単に教えることではなくて、目的は成果を出せるようになる。これが目的です。つまり教えることを通じて、この新人とか後輩がしっかりと成果が上げられるようにする。これが教育です。じゃあそのためにはどうするかというと、成果を出すためには成果が出るような行動が取れる。言い方を変えると、求められる行動が取れるようになる。これが重要なわけです。成果と言いますのは単なる結果ではなくて、求められた結果のことなわけですから、求められる行動が取れることが必要です。その行動を支えるものは何か。3つありました。1つは知識、1つはスキル、もう1つは態度ということでしたよね。つまり知識や情報をちゃんと知ってなければ行動に移せませんし、またはスキル、やり方が分からなければ、知識情報は知っていても行動ができません。何より態度、これは意識とか価値観というところですけども、正しい意識価値観をしっかりと醸成していく、これも大事なことだと思います。それを考えますと、指導役のすべきこと、この一番下にあります、求められる行動が取れるような知識、スキル、そして意識をしっかりと教育するということですよね。ただ心構えで言いますと、教育じゃないんです。じゃないってどういうことかというと、教育という漢字はね、これありますように教えて育つと書きますよね。まさに教えると。でこの教えるというのは若干おこがましいです。何を上から言ってるんですかと。先輩だから偉いわけではありません。別に役職だから偉いわけではありません。あくまでも役割ですよね。教えるということよりは、やはり教える側が自分自身もちゃんとレベルアップできているか、これは非常に大事なことです。自分が成長もしてないのに、相手に成長しろ成長しろと言っても相手に響くはずがないんです。だからこそ持つべき心構えは教育なんですけども、当て字で教育という心構えが必要なんです。つまり新人後輩に教えるということよりは、まずは自ら学んで成長する、そして成長している姿を見せながらそれを教えていく、こういう、意識が必要になってくるんです。特に新人からすると、社会人になって初めて会った先輩、それはあなたです。あなたの日々の言動、日々の仕事の取り組み方、あなたが成長しているかどうか、これは新人にとって一番大きな影響を与えます。ぜひこの共に育つ教育という意識を持って取り組んでいただきたいなと思います。ここまで指導役の心構えや、またそれを受けた時のメリットについて確認していきました。特に指導役の心構え、教育といいますのは、単なるビジネスの場だけではなくて、プライベートならば子育てにも同じことが言えると思います。親が偉そうにああせいこうせいと言っても、子供は言うことを聞けませんよね。やっぱり子供は親の背中を見て育つ。親がやってないことをいくら言ったって言うことを聞かない。これと全く一緒ですよね。そう考えていただくと非常に簡単ではないでしょうか。ぜひ一つ一つ意識しながら取り組んでいただければと思います。さて今回の動画いかがでしたでしょうか。よかった、参考になったという方は高評価コメントをよろしくお願いいたします。また動画作成の励みにもなりますので、見たよだけでも結構ですので、コメントいただければ嬉しいです。またリクエストもありましたらコメント欄に入れていただければ嬉しいです。今後も皆様にお役に立てる情報を提供していきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。